野村古道作。池田大輔光明町。秘密の一万両。殺されかけた人間。やお、天章。雨屋のせんちゃんはいきなり縁側から、ばーっと顔を出しました。小春日の暖かい日向池田大輔は公務の暇を。 好きな初見にふけっていたのです。千太郎がなんだってそんなところから入るんだ。庭の木戸を外から開けて、まっすぐに書斎の縁側へ来る千ちゃんの武作法には、まい大輔も平行しております。苔は踏む、植木の枝は折る、野良犬よりも始末の悪い鎮竜者だったのです。だって、玄関から、頼もう と揺らかすと、す玄関番の平助じいさんにいきなり直り倒されたよ。今度おどかしたら水をぶっかけるんだって。お客様へ水をぶっかけるほうってないぜ、大将。お客のつもりだからいけない。おがってまるがいい。だって、おいらは出入り商人でも、家来でも、物もらいでもないんだぜ。飴を買ってもらったことも、録コをもらったことも、おあまりをもらったこともないんだ。玄関へ行ったって、 不思議はあるめ理屈を言うな。お前はお客様にしては少し小さすぎるよ。理屈を言うわけじゃないが、大将。大将は見ざ障りだな。なんとか呼びようあるだろう。それじゃあ、親分。親分はなおいけない。旦那や先生という面じゃないぜ。手のつけようがありません。池田大輔はそう言われながらも、雨屋のセちゃんに会って、 こう無駄を言っているのがとてもたまらなく嬉しそうです。で、用事は何だ天下の大事だぜ、大将。大久保彦左衛門みたいなことを言って、飴屋のセちゃんは縁側ににじり上がります。天下の大事はともかく、泥足で縁側へ上がると、美濃に叱られるぞ。け、縁側は何でいい針へ吊り上げられて、死にかけた人間さえあるんだ。 せんちゃんの言葉は出し抜けで何のことやらわかりません。なんだそれは。殺されかけた人間がそこへ来ているんだ。会ってくれるかい、大将。殺されかけた人間。そうだよ。オイラの仲良しさ。この春まで樽拾いをしていたが、縁あって新富町のよもやデンベさんとこに奉公しているんだ。でも殺されちゃ叶わねえから逃げ出してオイラを頼ってきたんだ。 おいらの方が兄貴分さ。大道公爵の仕込みで、雨屋の千太郎は時々こんな縁があって、といったような高慢な口を聞くのでした。呼んでみるがいい。話を聞こう。そいつはありがてえ。えい、人工、きねえ、大将が、会ってくださるとよ。怖いことなんかあるものか。おいらのうちだと思って、威張って入りねえ。千太郎は、 後ろを向いて、小手を振りました。恐ろしく、いい心持ちさです。針へ釣られた人口。お前か、殺されかけたというのは。ええ。大輔の前へ、よいと頭を下げたのは、アメヤのせんちゃんより、一回りだけ大きい男の子。知恵の方は、一回り足りないらしく、白くも頭にしりきれ番点。 膝の抜けたアサギの桃引き、次の問いを待つ間、心長く口を開いているといった柄です。どうしたどこで誰に殺されかけたのだ詳しく話せ。大介は、できるだけ態度を和らげて、縁側の火の中へ出て行きました。おいらは、働き者だけれど、お気に入りがないから、良い店、方向ができなかったんだ。長い間、 樽拾いをしているところを、ヨゴの旦那に見つけられて、この春から進み込んだよ。お小遣いは本ん,んくれるし、商売は金物やな。けれど、店は楽だし、食うい物うだって悪くはないし、歩行人には、そりゃ、良いうちさ。でも、人工は、ごくりと、片唾を飲みました。怖いことが続くから、歩行人がいつからいいんだ。おいらの前にいた小僧は、 井戸へ落っこって死んだし、一月前には下女の五百が、路地で辻斬りにやられて死んだよ。井戸側は高いから、間違って落っこちるはずはないし、考えてみると、女子供を切る辻斬りなんてのはないぜ。剣主は、それで通っても、世間の口は、それじゃ、承知しねえよ。これも、辻公爵の訓導でしょう。柄のポッとしているに似ず、話をさせると、 思いのほか筋が通ります。それからどうした池田大輔の話の機械さに聞い入れられた様子です。その次は、おいらの番様。昨日の夕方、いつものように物置の戸締まりに行くと、人工はまた片像を飲みました。その時の恐ろしさを思い出したのでしょう。薄ぐらい針の上から、いきなり縄が伸びてきて、うっかりしている。 おいらの首に絡むと、恐ろしい力で、上へ引き上げるんだ。うん。縄の先は割になっているから、上から引き上げると、おいらの首は、矢をなしに締まる仕掛けじゃないか。幸い、おいらは首を引いて、足元を見ていた時だったから、罠は顎へかかって、喉仏だけは助かったが、苦しいの、苦しくないのって、気が遠くなったよ。それからどうした おいらを針へぶら下げると、上から二人の男が飛び降りて、めちゃめちゃに逃げ出していったぜ。物置の中は暗くなりかけていたから、おいらは本当に首をくくられたと思ったんだろう。その時おいらは、ところに商売物の小刀があったんだ。センちゃんの前だが、顎が外れそうで、大きな声なんか出せるものか。小刀を頭の上へやって、縄を切るのは精一杯さ。 縄は切れたその代わり、やってほど尻餅をついたよ。いてんの、痛くねえの。なるほど、そういえば、少しビッこを引いている様子です。逃げた二人の顔を見なかったかと、大介。物置の,の中は嘘暗いし、こっちは命がけだ。それに、放かぶりをしているんだもの。見れるわけはねえ。どうしがねえぜ、人工。センちゃんは口を挟みました。 え、おいらだから助かったようなもんだぜ。あ、うんこは行ってもらいたくね。まあいい。その時、四夜の主人はいたのか。大介は仲裁をしたり、進行係を務めたりです。あいにく、そんな時はいね。仲間の三経で品川へ行っていなすっただ。夜遅く帰ってきてから、証拠の縄を見せて話すと、ぎょっとした様子で顔色を変えたが、気を取り直して。 そんなバカなことがあるものか。てめえ、物置へ入って昼寝でもして夢を見たんだろう。と、こうだ。うーん。腹が立つが、主人と奉公人じゃ喧嘩にならねえ。今朝、起き抜けに飛び出して先行を探すと、南町奉行、大岡越前守様の御用人、池田大輔様というのは、おいらの兄貴分だから、行って相談してみようと。 兄貴分なんて、いやしないぜ、人工。千ちゃんは慌てて、講義を持ち込みました。兄弟分。と言ったのが、千ン違うよ。まあ、いいやな。その辺で負けはきねその池田大輔は、食いつきは悪いが、話せる野郎だから。寄せよせやい千ンまるで、対がありません。 センちゃん、基地へ。人工の人次郎の話の中から、池田大輔は容易ならぬ事件をぎらしました。おそらく、井戸へ落ちた小僧も、辻斬りにあった下女も、なんか理由があって殺されたのでしょう。もう一度、与母屋へ帰る気はないか。大輔は人口の脈を引いてみました。 やだよおいらは、樽拾いの方が、情に合っているんだ。それじゃあ、探索の手がかりがない。おいらが、仮に行こうかでしょう。無法者のせんちゃんは、膝を乗り出します。すがいい。命がけだ。おいらはいつだって、命がけの仕事をするぜ。井戸端と路地と物置を気をつけりゃいいんだろう。雨屋の千太郎はそこの知れない楽天家でした。 そんな気楽なことにはいくまいよ。大助は二人を止めておいて、ともかく奉行所へ出て行きました。新富町のあたりを縄張りにしている手先の小吉を呼び出して聞いてみると、よもや兵ンというのは四十前後の手堅い商人で、他国から来て新富町に店を持ったのは七八年前。犬器のまま譲られた金物屋で、古い得意も相当にあり、 女房のオクラは愛嬌者で町内の評判も誠に申し分はないということでした井戸へ落ちた小僧と土地で辻斬りにあった下女の話も聞きましたがいずれも災難にしてしまってどこでも問題にしてはおりません夕方、品川に仲間の三階があったそうだ嫁の主人の伝兵衛は七つから五つまで 座を外さなかったかそれを聞きたいんだが。わけはありません。正吉は飛んで行きました。それから半日。その日の夕刻前には、正吉の報告が大助の手に入っております。読谷全米は、昨日七つ前から五つ過ぎまで、品川の清川を一歩も動かなかったということです。 主人の伝兵衛が怪しいと思った大助の最初の疑いはこれで煙のごとく消えてしまいましたよもやの他の者の仕業となると恨みか嫌がらせかどっちかになりますが嫌がらせにしても恨みにしても何にもならぬ奉公人の命を取るのは乱暴ですそんな人間離れのした悪人は放っておけない池田大助は古い立ちました 若くて元気な大介はそんな残酷で無法な悪者がこの世の中で一番尺に触るものだったのです姉屋の仙ちゃんは大介の止めるのも聞かず人工の代わりと言ってよもやへ行きました人工が物置で脅かされて逃げ出したのですからそのいとこと名乗る仙太郎が代わりに来ても伝兵衛は大して不思議にも 思わない様子でした。幾日か経ちました。掃除郎町まで届ける品があってきたんだ。まったくいい家だぜ、ありゃ。飴屋のセンちゃんは、まったく金物屋の小僧になりすまして、おすき屋橋のお役宅に池田大輔を訪ねます。セン太郎の代わりに庭を履いているのは人工。 初めのうちはいいよ。お小遣いはふんだんにくれるし、食い物はいいしな。人工は少し悔しそうでした。池田大輔はお小遣いをそんなにやるわけでもなく、食い物だって、一向粗末なもので済ましていたのです。ところが、不思議なことがあるよ。なんか嫌なことのある日は、きっと旦那が留守なんだとさ。旦那が留守となると、ご心臓はまるで生きた心地もね。 せんちゃんはまた、こんな口を聞くのです。それだけか、変わったことは。それから、よもやに金があるに驚いたよ。商売なんざ、遊び半分さ。うちの中はどこへ行っても、小判や小粒が転がっている。あんなに金を粗末にするうちを見たことはね。一文二文の飴を売っている千太郎の言うことですから、これはあまり当てになりませんが、それでもうちの中には、 小判が転がっているというのは、形容にしても少し大げさです。それから、池田大輔の好奇心は次第に動く様子でした。明日はまた、旦那が留守になるんだ。ご心臓はもう今から青くなっているぜ。奉公人たちは冗談半分に、今度は誰の番だ、なんて言ってるぜ。うん。おう、もう暗くなる。さよなら。雨メノんちゃん。 今は金物屋の小僧さんになりすましている仙太郎は飛び出しました。仙子、鎧株とかなんか支度をしていく方がいいぜ。と、人口も負け惜しみだけは人並みです。馬鹿にするな、てめえじゃねえし。あ、待ちな、仙太郎。池田大輔は声をかけました。たった、これだけのことを言っておく。手に余ったら合図をしろ。 口笛でも手拍子でも何でもいい。いいか、千太郎。お前が殺される晩。その明くる日の晩。嫁屋の奉公人たちはいろいろの口実を設けて、薄暗くなる頃から飛び出してしまいました。銭湯へ行ったのがあり、歯が痛いと言って歯医者へ行ったのがあり。 おじさんが既得で、うちへ帰ったのがあり。夕食が済んだ後は、心細いことに、女房の奥クと新米小僧の仙太郎の、たった二人になってしまったのです。もうひどい。私たち二人だけ残して、白状な奉に人だよ。オらは、不平でいっぱいですが、のっぴきならぬ訳をこしらえられると、どうすることもできません。 店をしまってセまりをして早く寝ることだね。太郎は奥らの言いつけ通り運びました。何もかも片付いて、奥の部屋へ、二人寂しい顔を合わせたのは、5つ、8時少し前。奥らは278、キモの座った女ですが、こんな時はさすがに、腹の底から込み上げる、恐ろしさを隠せません。千太郎は、 幾度も生死の境を越えてきているだけに思いのほか平気でしたあれがなんだえ千ン小鳥と雨戸に触るものと僕らの神経は針のように尖ります風ですよ女将さん風なんかじゃないそれねっ言う間もありませんどうして敷居から外れたか風もないのに一枚の雨戸がスーッと外へ 流れるように倒れたのです。あ、黒装束の男が三人。黙ってその間から入ってくるではありませんかと、泥は声を出すところ、後ろからオクラの口は塞がれました。騒ぐな。お前は大事な人質だ。急に殺しはしない。黒装束の一人が言うと、用意した猿靴はオクラにかませ。 りと縛り上げます。小僧今度はお前の殺される番だ二人の黒装束はセンタロウの両手を取りましたがこの後に望んでも負けじ魂だけは人の三倍も大きいのを持っているセンタロウです何を網屋のセンタロウ知らないか知らないよ知らなきゃ俺の手紙を見せてやるセンタロウは取られた手を振りほどくと 懐から一つ紙の感んしゃく玉を取り出しました。お驚く黒小族。飛びつく間に、千太郎の手の感んしゃく玉は、火鉢の上へパッと放られます。ポンポンポンと、続けざまになる感んしゃく玉。それを聞くと、路地を隔てた二階の窓から、さっと、泥棒岩道の明かりが流れてきました。続いて、ひさしを踏んで、ひらりと立ったのは、小作りの、 クリソ姿2軒ばかりもあるこっちのひさしへ大した水繕いもせず怪しき鳥のようにさっと飛び移ったのですせんちゃんこんなものすごい芸当のできるのはわが新天才天女の美濃のほかに誰があるものでしょう驚いたのは3人の黒装束でした手が待ったそれ2人はよもやの店の方へ突き抜けて くぐりを開ける手も遅しと、往来へ飛び出します。の、そこには池田大輔、手ぐすね引いて、待ち構えていたのです。くせ者一人のたもとを抑さえると、抜け打ちに、くせ者の巻き差し、闇を切ってさっと来るのを、大輔軽くもかわして、はっしと小手を打ちました。くせ者は、獲物を取り落としたまま、拾おうともせず、 よごっとびに闇の中へ。待て待てもう一人のくせ者は、大助手ごわしと見ると、遠慮もなく背を見せて、一目散に突っ走ります。己待たるかせめて一人でも生き取れば、この不思議な事件は、一遍にわかるでしょう。大助の右手がさっと上がると、得意の投げ出し闇を塗って流星のごとく飛びました。な くせ者もさる者、早くも気合を察して身をかわすと、たちはくせ者のたもとを塗って、街角の兵にぐさと立ちます。一方は、センタロウとミノ。あっ、ミノちゃん、センちゃん、よかったわね。久しからポンと降りると、もうただの娘になって、慌ただしいうちにも。 の方には微笑みが湧きます。悪者はおかみさんをさらって逃げたぜ。ドジを出ないうちに捕まえようそう、2人は飛び出しました。幸い、おくらが必死と争い続けるので、黒装束の1人ももてましたのでしょう。路地の出口でめちゃめちゃにもみ合っております。ドロボー、ドロボー、ドロボー。仙太郎の声はつつ抜けます。 軽装なミノは一陣の風のごとく飛んで、オクラの体をクセモノから気きそうとしましたが、身軽なだけの心情では大の男を相手にどうすることもできません。そのうちに表から回ったもう一人の黒小族。ミノとセンタローを防ぐ間に最初の黒小族はオクラをさらってどこともなく逃げ伏せます。表からはクセモノの片袖と 捨てていった脇差しを持った池田大輔。どうした怪我はないか心配そうに顔を出します。怪我はねえが、くせ者を逃がしたよ。その上、女将さんがさらばれたぜ。と、千太郎。あまり上等の手柄ではなかったな。でも、俺にはいろいろのことがわかったよ。容易ならぬ相手だ。大輔は、こう言うのでした。 伝兵衛の腕前。これは狩人や山賊の使う山刀だ。癖物から奪い取った一刀。池田大輔は火の元で念入りに調べました。よく切れそうな品ですが、幅広で寸が詰まって包丁仕立ての実用一点張りの道具です。この袖も変だぜ、大将。 センタロの手柄を受け取ってみると、袖の方は、めくらじの木綿で、下が、縫いとめてありません。忍術者の着る着物だ、それが物に引っかからないように、いざというときは、縫い糸を抜ぐのだ。へ、え、それとあの三人は、三んか、忍術使いなんだねと、センタロまあ、そんなところだろう。とにかく、これは容易ならぬことだ。大介は、 縁まりを直し明かりを消すとこの土地を縄張りにしている手先の小吉を呼んで近所の周に厳重な口止めをしさて悠々と引き上げますそれから二時ばかりやがて養家も近寄ろうと思う頃主人のよもや伝兵衛は千葉から大汗で戻ってきました時々海賊に襲われるうちのこと 分けても女房のオクラの上が心配でならなかったでしょう。今、ゲったよ。辺りをはばかって、そっと声をかけましたが、もとより、うちにいないオクラが返事をするはずもありません。俺れだよ。分けてくんな。トントンと、軽く叩きましたが、それにも何の答えもなく、行案の中に、 あたりはと静まりりますしようがねえな。もろてをかけて、店のくぐりを引くと、なんの手応えもなく、さっと開いて、真っ暗な闇が鼻先へ、口を開くのです。ちした打ちを一つ、でんべいは一歩、くぐりの中へ入りました。と、えぇ、え、闇をつんざくやば、なんの影もなく、 伝兵衛<を>は辛くも身を避けて小ぐり戸から来るほのかな外交に透かしましたええ続いて横面へ肩先へ胴へ闇の刃は恐ろしい手筋で切りかけます誰だ何だれ伝兵衛は辛くもそれを避けてわずかの隙に合い口を抜くと額際で楽器と受け止めました と飛び散る火花の相手はまだ物も言いませんすっと刃を引くと見るや月に代わって毎一文字に伝兵の喉笛へ「やろう、卑怯だぞ名乗ってこい文豪か六助か滝地か」そのきな臭いような月を間一髪にかわした伝兵あい口を逆手に闇に浮いた相手の姿をめがけて つっつっとせいに出ましたお、その時げんさ先からいに差し向けられたぼうガンドうの穂先わっ視力を奪われてぺ兵を思わず飛び抜きました額わをかすったあい口その下から相手をのぞくと黒ふく覆面のくせものと思いきや黒紋付きにかもまでつけた立派な武け 言うまでもなく、それは一度帰ったと見せて引き返した池田大輔の猶予たる姿だったのです後ろから岩道を突きつけているのは新米小僧の千太郎その後ろにはかわいらしい少女美濃の顔さえ差しのぞいているではありませんかくせ者の名を知るわけ。 これは一体、何としたことだ驚き呆きれる主伝兵の前に、池田大輔は一刀を治めて、方をほころばせます。拙者は、南町奉行、大岡一善の神様家来、池田大輔盗賊の訴えによって出役したものじゃ。え<っ>三人組の泥棒が入って、お神さんを連れてきましたよったな、旦那。 差しのぞいたのは、せんちゃんのぬからぬ顔です。えそいつは大変だ。他の方向人はどうした伝兵ベはすっかり転倒しました。歯が痛くなったり、おじさんが病気になったり、酔いのうちにみんな出てしまいましたよ。妙火事で湯へ入ってる人間はあるものでしょうか、旦那。うーん。伝兵ベは、セ太郎の舎でも通じない様子で。 考え込んでおります。その方、女房を人質にさらっていったというが、剣剣にも、いろい道具にも、目をくれないところを見ると、ただの盗賊とも思われない。大介は、役人の調子になりました。一向、心当たりはございません。ええ。と、伝兵。それで、人質まで連れて行くのは、おかしいではないか。 多分、私の信頼を振るって絞るつもりでございましょう。有りがと申しても、ほんの二両か五両、大きな泥棒は、そんなものに目もかけません。うむ。一通りの理屈ではあるな。が、今しがた、俺はお前を、盗賊が引っ返してきたと思ったが、お前は俺を、何と思った大介の問いは不思議でした。ええ、私もやはり、 泥棒だと思いました。旦那方とは夢にも思いません。それなら、文豪六助、滝地と呼んだのはどういうわけだその方、盗賊に知り合いがあるのかそれとも、今晩襲う癖者が前もってわかっていたのか大助の問いの春烈さ。と、とんでもない。それなら、なぜ名を呼んだ 町内の若い者、私の帰りと知って、いたずらをしたのかと思いました。町内に、そんな名の若い者があるのか文語とはどこのものだ六助、滝地は何屋のものだそ、それは。その、私の古い奉梅で、今、町内にいるわけではございません。私が昔住んでいた町内で。昔はどこに住んだ名古屋。いや、その、 名古屋の手前、府中でございます。よもや伝兵、大兵どもとです。往来は白いに明るくなって、朝市へ行く人も馬も通りますが、よもやはまだ締め切ったまま、岩道の穂先には主人の伝兵、大助の鋭い問いに追い詰められて、青くなっております。もう一つ尋ねるが、へへ、大助を見上げる伝兵の顔は、 何事もなかった前のように静まり返りました。それほどの武芸をどこで習った万、ま、らの町人ではあるまい。闇の白葉をあれだけに防げるのはあっぱれの腕前だ。と、とんでもないだんだ。私は金物屋の主人で武芸らしい武芸を習ったわけじゃございません。ほんの道楽で町道場へ通ったことはありますが、とっさの場合死に物ぐるいの防ぎが、 まぐれあたりの法にかなったものでございましょう。必死と弁解する伝兵。ベ。もうよい。店の者も,も帰ってきたようだ。雨戸でも開けたらどうだ。なるほど、そういえば、外はもう明るくなっております。十年前の大族。 親分、たとうとう、脅かしの手紙が来たぜ。雨屋の仙太郎が、おすきばし役宅へ飛んできたのは、それから3日目でした。どれ、見せろ、仙太郎。池田大輔は、これを持っていたのです。親分のにらんだとおりだ。昨日から主人が落ち着かないのは、この手紙の来ることが分かっていたからさ。仙太郎は、そう言いながら、腹掛けを探って、半分焦げた上、 し押し開けるとほんの半切りが1枚「俺たちはどんなことでもすると分かったろう」「僕らを助けたかったら約束どおりあの金を4つに分けて3つだけこっちへ渡せ」「おがっ引きなどに知らせるとてめえの首にも縄がかかるぞ」こう下手な字で書いてあるのです。 全米はこれを見たのか池田大輔は手紙を元の通り巻きながら尋ねました。や田、ブリブリ腹を立てて、へっついの中へ掘り込んだの。へっついには幸い火がなかったから、そっと取り上げて、後で花紙を燃やしてやったよ。主人は手紙が焼けたと思っているだろう。それはいい塩梅だ。池田大輔はそれっきり考え込みました。親分、どだぜ、難しい顔をしちゃ。 センタロウは縁側の上、波乱倍になって、部屋の中を見回しております。ミノが気を利かして、菓子でも持ってきてくれてもよかりそうなものだが、と考えているのでしょう。難しい顔もしたくなる。これは容易ならぬことだ。と、大介は続けました。人の命を二つも取った上、おなごまでさらっていった。おろかしもこれくらいのは珍しい。 よもやの主人はなんか大変なものを揺すられているのだろうくせ者どもも小僧や女中を殺めるだけでよもやの主人には手のつけようがないあれだけ腕ができてはちょっと小泥棒やおしがりなどが相手ではない池田大輔は誰へ聞かせるでもなくこう言いました自分の考えを自分に言い聞かせて自信を固めるためでしょうもやぶんやだぜ独り言なんか言っちゃ センタロー、しばらくここにいて構わないかこの枝の晩、一人、振いとどまったご褒美に、今日は半日、暇をもらったよ。それはちょうどよい。どこへも行ってはならんぞ。おう、いいとも。ミノが何やら、食べ物を持ってきたのを見ると、センちゃんはすっかりご機嫌を直して、ここに根を生やしてしまいます。大介はそのまま、奉行所へ行きました。き役の老人を見つけると、 金氏少し聞きたいがほう池田さんでも私に聞くことがありますかな老人は大きな帳面から顔を上げて別っ甲縁の眼鏡を揺り下げました他でもないがこの十年ばかりの間に五分内か金獄で大金を盗まれてそのまま金も盗賊も出ないというのはあるまいか大介の問いはかなり唐突です 最高、大金と言っても、およそその他かは。それが分かれば何でもないが、三百両やら、五百両やら。いや、そんなことではあるまい。もっと人間の命、三つ四つにも関わる大金だろうと思うが。待ってくださいよ。浅草で押し込みに三百両取られた口と、栗橋で旅人が二百両。いや、これは小さい。 こんなのはどうだろう美州家の御用金が一万両。最良の武家が一人ついて、馬三島に積んで江戸へ送る途中、宇都宮峠で山賊に会い、孫も最良も切られた上、千両箱で十箱。一万両がそれっきり行方知れずになった事件がそれはいつのことでちょうど七年前、享保二年の十二月だと思うが、 金井老人は南町奉行所になくてはならぬ生き地引きだったのです。ありがたい、それだ。七年前というと、あの店を開いた頃で、あの男には終わりなまりがある。一万両は思ったより大きいが、それくらいのことはあるだろう。池田大輔、小取りするほど喜びました。急に、思い立った夜釣り。 何手紙。伝兵衛は、ぎょっとした顔を上げて、仙太郎から手紙を受け取りました。一目に読み終わると。ふん。頬のあたりには、ほろ苦い笑いが浮かびます。なんか、思いもよらぬ手紙の内容だったのでしょう。返事は旦那が。使いの者が待っているのか。えい。承知した。 と言ってやれ。へえ。センタロウは店の方へ行きましたが、そこにはもう誰もいません。おやセンタロウは下駄を突っかけて外へ出ると、夕日の方へちょいと小手をかざしたりしました。誰もいないじゃないか、センタ後ろから追ってきたのは主人の天兵衛です。少し険しい顔。前の間には稲妻がピカリと光ります。不思議だな。 使い屋が持ってきて返事を待っていたんだが。まあいい。二人はそぐわぬ心持ちで店へ帰ってきました。それから一時がかり、あたりが暗くなりかける頃。センター、夜鶴に行かないか主人の伝兵衛はいつにもないことを言い出します。んどこへ出かけるんで黙ってついてきさえすればいい。そりゃ面白いよ。 会いましょう。連れて行ってください。よし。うるさいから、誰にも言うな。主従は、そっと相談してしまいました。店を早じまいにして、雨戸まで閉めさせると、伝兵は、急に釣り道具を出して、奉公人たちの、懸言な顔をする中を、仙太郎、一人だけ連れて、英体まで出かけました。かねて打ち合わせがあったものか、 先導が一人。もう船の用意を整えて、橋の下に待っております。どこへ行くんで、旦那黙っている約束じゃないか、先頭。船は夜の波を滑って、越中島訓練場を左手に、鈴崎弁天橋の方へ差し掛かります。よし。先太郎、しばらくここにいて構わないか 止めたのは、とある石垣の下。ぶん、この小僧の方が先ですかそれとも、一見を出すのが先ですか先導は、船を岸へつけると、友綱を持って、ポンと砂浜に降りました。今まで気がつかずにいましたが、薄月の光に見ると、地獄の使いのように、どう猛な顔です。 何もくどくだ。小僧にそれをおがましてやれ。伝兵衛は落ち着き払ってタバコ入れを抜きました。なるほどね。仙道は友綱をそこの杭に弱えると、くるりと背を向けて、右の端っこから石垣を数え始めました。四つ、六つ、十二。これだね、親方。そうだよ。 仙道は巨大な石に手をかけてぐいと引きました。と、それが観音開きになって、後ろにはかなりの大きな穴が、ポカリと真っ黒な口を開いたのです。穴の中の9千何百両。小僧、覗いてみろ。 中には線量箱が塔もあるはずだ。もっとも一つは手をつけて半分以上使ってしまったわ。センタロウは黙って覗きました。後ろから差し出した岩道に照らされて穴の中に積まれた9つの完全な線量箱と一つの取りかけの箱がつい目の前にまざまざと見えるのです。これは お前も聞いたろ七年前宇都宮峠で取った一万両の小判だ文吾六助宅地の三人の仲間は大した働きもしないくせに山分けにしろと欲の深いことを言うから俺は渡さずにここへ隠してしまったのだよところが三人の仲間はそれから五年目に俺の隠れが新富町の沢を見つけ 手をかえ品をか,え脅かしてきた俺はまるきり取り合わなかったが伝兵衛の声は千太郎の後ろから穴の中の九千何百両に聞かせるように不気味に響きます千太郎は不気味さをじっとこらえてそれを聞かなければなりませんでしたこの深刻な争いもどうやら終局に近づいた様子です 奉行人が次々と殺されても俺は五条を張り通したすると女房のオクラを人質にとってどうしても四つの三つを渡せと言うが俺はどこまでも負けないつもりでいたするとさっきの手紙で月が回って急に高飛びしなきゃならないからたった千両でいいから 手を打とうとう言ってきたのだよ。俺が九0 0両を占めて三人や千両なら悪くないあの仲間はもともとそれぐらいの手までたくさんだったはずだこの中から一箱だけ引き出して明日は女房と外いっに引き渡してやるが小僧残るのはお前の始末だ 強烈な圧迫を感じて、仙太郎も思わず身を震わせました。池田大輔をさえ驚かした腕前の伝兵衛が、懐の合口をまさぐって、マムシのような目で、きっと見据えたのです。お前は、南町奉行のように池田大輔の犬だ。驚いたか半日暇をやったのは、 お前の後をつけるためと気がつかなかったのか。そいつは卑怯だぜ。仙太郎は没然としました。この後に臨んでも黙っていられる仙ちゃんではありません。何が卑怯だこの穴の中を覗かせた上は、生かしてはおけない。夜釣りに来て溺れたといえばことは済む。 その上、俺の着物も少し濡らしていけば申し分なしだ。じゃあ、そんな手になるものか。乗らなくとも乗せてやる。それ左右から飛びつく二人、伝兵衛の腕前はあの通りですが、先導はゴンジといって伝兵衛の片腕。これまた三人力と言われた恐ろしい化け物です。あっ 路を求めた仙太郎はゴンジの手でたあいもなく引き下ろされて伝兵衛の手できりきりと縛り上げられました占領箱一ひとつと池取りを乗せて船は元の海へさてどこで水を飲ませようそんなことを言っている真っ最中でしたいつどこから現れたかきもなんにもない五六隻の船 足の速いのに任せて、あっという間に、伝兵衛の連れ舟を取り巻いてしまいます。伝兵衛、神妙にせい。真っ先の船から失ったするのは、池田大輔の声。千太郎は初めて、生きた心地になりました。ありがたい。頼むぜ、大将。縛られたまま千太郎は、海の中へ転がり落ちました。それ、千太郎を殺すな。 会場にはたちまち凄まじい「鳥物陣」が展開されました伝兵衛権次を受け取って半死半長の千太郎が救い上げられたのは言うまでもありませんこの晩伝兵衛を誘い出した手紙は池田大輔の技術で仙太郎がおすき橋から持ってきたもの返事を聞いて外へ飛び出したのは伝兵衛が承知をしたという合図だったのです 手紙の計略は七千五百両の要求をたった千両に引き下げて、伝兵衛が金を引き出しに隠し場所へ行くのをつけるため、さすがの大助も海へこぎ出すと気がつかなかったために、危うく千太郎を見殺しにするところでした。残る三人の仲間、文吾六助滝地は、伝兵衛留守と見てよもやを襲い、待ち構えていた役人に、 一だじんにされてしまいましたおくらは許され九千何百両の金は美しゅう返され千太郎はご褒美に青おさし五か門ほどもらいました奪還した金の何万分の一ですが千太郎は大喜びでした